それでは、もう一個、お立ちになる方はどうぞお立ちください。5番のあふれるばかりの賛美。私も、風の響きを歌いたいんですが、ちょっとまだ覚えてないので、すいません。ちょっと今日フルートが入ります。それで先ほど、エルサレムを歌われましたけども、あれも、今日は歌いたいと思ってますので、ぜひ一緒に賛美してください。じゃあ、お願いします。喜びの声を上げて御心の感謝を捧げ、無意味なことなどなく全てが生きてくる、うつむくことや辛い夜にも溢れるばかりの感謝を捧げて、ただひたすらにあなたに心からの賛美を、感謝を捧げよう、すべて変えられる、喜びの声を上げて御心の感謝を捧げ、無意味なことなどなく全てが生きてくる、うつむくことや辛い夜にも溢れるばかりの感謝を捧げて、全てが益となって輝き出してく、君の地には知るでしょう、深い種の愛は、ただひたすらに、ただひたすらにあなたに心からの賛美を、感謝を捧げよう、すべて変えられる、イスラエルの賛美33番。イエスの栄光満ち溢れよ、イスラエルの賛美を、住まいとされるイエスに心からの褒め歌捧げ、主の皆を褒め、主が愛した聖なる都に子羊イエスの栄光満ち溢れよ、イスラエルの賛美を、住まいとされるイエスに心からの褒め歌捧げ、主の皆を褒め、主に愛されし、すべての民よ、エルサレムの平和のために乗れ。
イエスに心からの褒め歌捧げ、主の皆を彫る、主の皆を彫る、主の皆を彫る。先ほど FF が特別賛美したエルサレム、これ2週の歌です。イスラエルの聖なる都、エルサレムは我が都、天より下るイエスの都、主が共に住み、御民となるエルサレム、エルサレム、我が神の都。
愛する子よ、元気を出しなさい。愛する子よ、元気を出しなさい。訓練の中で、試練の中で、弱り果ててはならない。肉体的な疲れ、心の疲れ、霊的な疲れがあなたにはある。しかし私はこの礼拝のただ中で、あなたをリフレッシュし、聖霊の恵みと力の中で、あなたの霊を私の霊で満たし、あなたの心を励まし、慰め、あなたの体を健やかにしよう。愛する子よ、元気を出しなさい。私は何も変わっていない。私の言葉も何も変わっていない。私はあなたへの愛を注ぎながら、約束した言葉の成就を豊かに表していく。栄光を私たちの神に着せようと語った通り、この年それをなそう。この10月、この年末のこの10月に私は確かに私の栄光を表していく。人々の言葉や状況によって心を弱らせてはいけません。戦いは続きます。戦いは続きます。確かに戦いは続きます。しかし子よ、喜んでいなさい。喜んでいなさい。私の約束は決して虚しく地に落ちることはないからだと主は仰せられます。このあなたのうちにキリストの心が、このキリストの心があると主は言われます。このあなたのうちにキリストの霊が生きていることを覚えなさいと主は言われます。あなたがうちに住むその主に心を留めるとき、その主の愛がわかると主は言われます。このエルサレムを愛する主の愛、また人々を愛する主の愛があなたのうちにもあることを覚えなさい。それあなたはあなたの問題で翻弄されることなく、このキリストの心に目を留めていきなさい。その時あなた自身が祝福を受け、また癒され解放されていくと主は言われます。日本のエルサレムであるこの長崎に置かれた者たちを、私はあなた方に特別な恵みを表し、祝福を注いでいこう。私に期待を持って求め、信仰を持って告白しなさい。主は私を祝福してくださると、豊かに顧みて恵みを表してくださり、栄光を表してくださると、あなた方の唇に祝福の言葉を、神の言葉を載せなさいと主は言います。またこの時共にオンラインで礼拝している者たちも、共に礼拝しているあなたの方の上に私の恵みと祝福は流れていく。あなたの唇に私の祝福の言葉を載せ、私の勝利の言葉を載せなさい。私はその言葉を通して私の力を、栄光を表していこうと主は仰せられます。37番ホープ、聖なる方、真実な方、あなたをことのできない、門を開いてくださった。それは従う者に与えた神の約束、十字架の恵みは尽きることはない。恵みから恵みへ、勝利から勝利へ、大いなる輝かしその天から来られる。私たちは携え上げられ、空中で主とお会いする。ハレルヤ、ハレルヤ、感謝します。来てください。
聖なる方、真実な方、あなたをあがめます。誰も閉じることのできない門を開いてくださった。それは従う者に与えた神の約束。十字架の恵みは尽きることはない。恵みから恵みへ、勝利から勝利へ、大いなる輝かしその日、主は天から来られる。私たちが歌え上げられ、空中で主とお会いする。ハレルヤ、ハレルヤ、感謝します。マラナタ、マラナタ、主よ来てください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、感謝します。マラナタ、マラナタ、主よ来てください。確かに今はお会いの時、再臨が非常に近づいている時であると主は言われます。確かにその人の時は誰も知りません。しかし近づいていることは確かである。あなた方はこの時代に生かされたものとして、しっかりと永遠に目を向けて歩き始めなさい。その時この地上での歩みが確かなものになると主は言います。私は天をさらに開き、永遠をさらに開いていこう。あなた方はその永遠に価値あることのために生き、そのために心と時間を使っていきなさい。私はあなた方の人生に何一つ無駄をなさず、すべてのことを働かして益とし、祝福としていこうと主は仰せられます。私はこの10月に念頭に与えた言葉の成就を表していきます。私の栄光が現れてくる。私に期待しなさい。忍耐を持って待ち望んだこと、うまくいかなかったこと、その一つ一つをもう一度感謝をし、私の言葉を受けなさい。与えられているものはその言葉を徹底して告白しなさい。私の言葉は決して虚しく地に落ちないと主は仰せられます。このあなたは割り引いて、この計算をして求めていると主は言われます。この本当に欲しいものを求めなさい。また本当に必要なものをこの大胆に求めなさい。この求めなさい、この求めるものは受けると主は言われます。聖霊を求め、神ご自身を求めていくとき、すべてのものが与えられてくる。あなた方の心の裏にしっかりと主を置いて、主と共に歩みなさい。それは苦しい歩みや失う歩みではなく、豊かに受け、非常に祝福と喜びを満ちた歩みとなると主を教えます。中途半端をしていてはいけません。中途半端な歩みは最も苦しく大変です。プラットホームに足を置いたまま電車に片足を乗せて走り出したならどうなるだろうか。あなた方は電車の中に完全に身を預けるとき、安心して座っていても目的地についていきます。神の手の中に完全にあなた方を委ねなさい。そのとき主ご自身がことを進め運んでいかれます。あなた自身を神の手の中に委ねなさいと主は仰せられます。最後にやはりエルサレムの歌で
3年ぐらい前の歌ですね。ああエルサレム。する天皇お父様、聖霊様の豊かなご臨在を心からありがとうございます。世界中でエルサレムの神のために祈られているこの日に、私たちも共に祈り礼拝できる恵みをありがとうございます。素晴らしい特別賛美を心からありがとうございます。また予言の言葉を感謝をいたします。そして今日の礼拝に集われたお一人お一人、オンラインで共に礼拝しているお一人お一人を心からありがとうございます。あなたはすでに勃開しておられる神の守備の浅い教会の数千数万数十万の主の民をありがとうございます。今から御言葉に聞きます。どうぞ聖霊様、必要なことを豊かに語り、慰めて励ましを与え、御言葉によって私の信仰を養い、あなたはこの月この年の最後に用意されている栄光を奇跡を共に豊かに見ることができるように、多くの人々と共にそれを喜ぶことができるように導いてください。語る者も減り下ります。主を語りください。上からの知恵と知恵を例えを持ってご自由にお語りください。主に期待いたします。主にイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。主に感謝しましょう。ハレルヤ。